はい、到着。ああ、まあいつものとこですわ。ああ、よしよし。さあ、森の中、2泊3日、キャンプしていきたいと思います。いいでしょう。オールドッグフリーやもんね。ありがたい。いいね、奥琵琶湖キャンプ場。こっち向き、こんな感じ。よいしょ。今日はコールマンのタフドーム2725、これ貼っていきたいと思います。はい、完成。なかなかかっこいいやん。ちょっとこじんまりしてるけどね。トレイルヘッドズ。よいしょ、これ重いねこれ、大きいから。しんど。サーマレストの Z ライト。ロングかなこれ。ダウンハガー800-0。まだ寒いからな、夜は。はい、大体完成。こじんまりしたんじゃない？ほら、よいしょ、こんな感じ。いいんじゃないの ?2725。300よりもそらちっちゃいけど、まあコンパクトでいいと思う。かっこいいや、このテント。アルミポールやし。さあ、内装見ていこうか。よいしょ。薪は閉めらんようにね、中に。全室も結構あるから、大体のものは入りましたわ。よいしょ、ね。ベンチレーターも、
うん、これならもう文句なしでね。まあコットがあったら下に物入れれるからね、ありがたい。その辺に散乱しないから、ワンズのスペースも結構あるし、これやったら全然大丈夫。よいしょ、はい、だいたいできた。遊んでおいでよ、いいよ、いっぱい遊んでおいで。まあ、ここでテーブルも何もなし、あとはここで焚き火をしてご飯を作っていくだけと。よいしょ、いいね、いい感じじゃん。よっ、あ、広いよサイトも。まあいつものことやけど、こんだけやったらほらな。さあ、いろいろやりたいことはあるので全部消化していきたいと思います。はい、白樺、あの草作るのに余った白樺端材を持ってきたんで、薪割りして燃やしたいと思います。もったいないもんだって。ついてんねんけどな、これ。はい、それではね、このボラってやつ、牛乳買ってくの忘れたから、この間飲めなかったけど今日は買ってきたので。これすごい量やな。でも4人分って書いてあるで。牛乳 600cc やで、水100。これ半分に割ることもできひんしな、全部飲まれへんで。ちょっと作っていきたいと思います。何が入ってんだ、いたいスパイス A、 シナモンロー、シナモンホール、クロー、あ、クローブね、ブラックペッパー、カルダモン。 OK、 分かった。でこれを入れて火にかける。はい、で火にかける。いいよ、だいぶ年季入ってきたな、オレゴニア。茶葉入れた。よいしょ、すごいな、すごいな、これ牛乳全部入れた。私はこれあかんかった。ククサ投入、いや、まだあんねん、クサいっぱい。失敗作、見てこれ、最悪やろこれ。見て、ここから割れてんねんで。ここも修正しようかなと思ってんけどな、途中までここまで作ってんのにさ、もったいな。はい、それでは完成。
できたみたいなので沸騰したかな。お、これお茶飲みたいと思います。うまいぞこれ。甘くて美味しい。あ、ネパールのお茶に似てる。すっごい。ロイヤルネパールティー。ネパールに6回ぐらい行ってんねんけど、その時の飲んだお茶とそっくり。スパイスが効いてて、ミルクティーみたいな感じ。あ、うまっ。甘くてうまいわ。すごい香辛料が効いてる。めっちゃうまい。これほんまにうまい。うまい、最高。ちょっと唇がピリピリするけど美味しい。はい、そろそろ、日が落ちてきたので夕食の段取りをしようと思うんですけども、これだけキャンプやってて一回もカレーって作ったことないのね。違うね、一人前のカレー作るのってすっげえ難しいね。絶対余るから。なのでちょっと分量、玉ねぎ、人参、じゃがいも、それとジャワカレー、それとステーキ肉。どう、これステーキ用の肉をカレーの肉にしようかなと。ほら綺麗っしょ。をカレーの肉にしようかなと思って。さあ多分すごい量になると思うのな。これだけやっててカレーって一回も作ったことないから、カレーにしようかなと思います。ではやっていきたいと思います。さあどのくらいかな。いいね、乾燥ボール。こっから先は包丁やからね。これ使いやすい。大好き乾燥ボール。で新玉が売ってたのね今日は。なので新玉で、よいしょ。お、きれいきれい。1個ずつ入れてもすごい金額、金額ちゃう、すごい量になるんだよね。これがこれだけでもこんだけやんねんで量。よし、そしたらまああとは煮るだけなんです。すごい量やろ。これ1人前これ食べれるかな。ちょっとずつ入れてもやっぱ多くなるからね。さあこれにご飯1合やからな。すごいね、量あるでこれ。あとはルーぶち込んだら終わりなんやけど。ええ感じに炊けてきたね。このまま肉じゃがで食いたい感じやね。すげえ。もういい感じやん。いけてるいけてる、全然いけてる。ちょっとし穴に入らへん。いい感じだね。これ燃えてるっしょ、白樺。よいしょ、ね、よし、ご飯炊こう。おお、いいね、ぴ
しづらい。出た出た。よっしゃ。これで飯が食える。このテーブル取り、テーブルというかこのなんかスノコみたいなあの地面にただ置くだけの、これなかなかいいよ。ここで全部まとめれるし、食卓にはない。はい、それではできたと思うので、人生初キャンプカレー食べたいと思います。さあどんなんでしょうね。ご飯、おお、ご飯も綺麗に炊き上がりました。ではいただきます。もうここにかけると、よいしょ。おお、うまそうにできてるやん。よいしょ。うわ、どうこれ。よいしょ、どうこれ。映ってんのか映ってんのかよくわからんけど、うわ、すっげえ。それではいただきたいと思います。取ります。熱いやろな。うん、おいしい。あっ、こあっ、こ、そうだ。見にくいな。しょうがないよね。うん、おいしい。カレーおいしい。お肉が半端なく柔らかい。さすがステーキ肉や。途中経過だいぶ食べたよ。見えへんな。よし、うん、なんとか食べれそうやな。食べたよ、はあ、お腹いっぱい。多分2人前以上あるわ。たまらん。お腹いっぱい。ああ、美味しかった。ごちそうさまでした。いやー、食った。めっちゃ食った。お腹いっぱいや。だいぶ寒くなってきました。もう今はの幕も中、幕内も幕外も一緒や。草投入。はい、それでは紅茶タイム。今ちょっとお湯沸かし中。よいしょ。やっぱり全然暇じゃないよね。全然暇じゃない。楽しい。やっぱりこういうキャンプがいいね。もう物に溢れてるキャンプはもういいっすわ。でまだ何回かせなあかんねんけどな。それでも
楽しい楽しい楽しい。これも結構使えるよ。これハイマウントやったっけ、フォレストヒルやったっけ。自分の動画で紹介してても名前忘れる。おー寒い。さあ、よいしょ、何時やろう。おい、11時で4度、寒いな。さあ、幕内にこもろう、こもります。こんな感じ。さあ、寝る段取りしようか。置いてほら、入っといて。もう早く寒いから、よし、寝よっか。寝よっか。こんなん歩いて寝るのよ。あ、ビシュ立ったら何も見えんくなるよ。分かったから、もうそこ分かった分かった。狭いね今日は。2725やから狭いね。狭いねだから遊べないの。ここ前室ないから、ちょっとした